こんにちは、 ABS プロサップの徳江和則です。今回はモーティブ社最新作トゥークルーエルのレポートをお送りいたします。進化と表現すべきなのか、それとも革命というべきか。このトゥークルーエルはクルーエルの後継としてリリースされますが、現代のテクノロジーを加味した上でどういう性能こそがハイパフォーマンスとなり得るのかという、多くのボーラーとイメージを共有するためにモーティブ社の概念とこだわりを変えた取り組みがトゥークルーエルに表されています。カバーストック進化でよりキャッチするカバーと、最大値とされるデルタ RG 0.060 と、インターメディートディファレンシャル 0.030、 クルーエル参照という組み合わせは、必要以上の早期のリアクション以降とオーバーリアクションを招きます。今回モーティブ社がクルーエルコアからシニスターコアに変え、数値を下げてきたのもカバーのキャッチとコアとのバランスを取り、リアクションへとつなげるためでしょう。私が投げたイメージでは、今までのモーティブ社よりも簡単に曲がりやすくなっていると感じたのが第一印象で、相当量の手前のオイルでも対処でき、キャリーダウンの影響度はかなり少ない圧倒的な曲がりを得ることができました。今回私が試したレイアウトは、ピン PAP5 インチ、PAP マスバイアス4インチのピンダウンですが、これでも強いって感じてしまうほど、スピードのある方や回転数が少なめの方はこれぐらいのレイアウトで、蒸気以外であればまだレイアウトを抑えてもしっかり曲がってくれるでしょう。またモーティブ社初である柑橘系フレグランスカバーも新しい取り組みの一つです。今まで曲がるボールをお探しの方で、モーティブ社のボールを使われていない方は多いと思います。実際に使ってみてモーティブ社のファンになった方も多く、モーティブ社のボールだけを好んで使われている方も多いほどです。今回のこのトゥークルーエルは、曲がりを求める方にはぜひ使用していただきたい一方です。待ち望んでいたハイパフォーマンス系クルーエル後継機のトゥークルーエル、ウィップラッシュカバーとシニスターコアとのコラボレーションはモーティブ社最強ともいえる組み合わせです。ぜひ皆様このトゥークルーエルお試しください。